第58回、有馬記念は、2013年12月22日に、中山競馬場で施行された競馬の競争である。この競争を最後に引退することを表明していた三冠馬、オルフェーブルがー首し、優秀の美を飾った。第58回、有馬記念11月16日から12月1日まで、ファン投票が行われ、11月21日に、 1> 第1回中間発表、11月28日に、第2回中間発表、12月5日に、最終発表が行われた。最終の有効投票総数は106万4233秒だった。以下の表において、出走場は灰色の枠で表示する。この年は、ファン投票の上位場に回避が多く、上位20頭のうち出走したのは6頭にとどまり、 GI 競争の勝ち馬は3頭であった。2011年の三冠馬でその年の有馬記念などにも優勝したオルフェーブルは、当年の外戦文章で2着に敗れた直後に、有馬記念を最後に引退することを表明し、2年連続でファン投票1位に選出されこの競争に出走してきた。なお、2012年については、外戦文章。 ジャパンカップの連続2着という激戦からの回復が、遅く有馬記念への出走を見送ったため、当年は万全を期すために外戦門賞からの直行となった。2012年に、さつ賞、章、喫賞と有馬記念を制した、ゴールドシップは当年の宝塚記念に優勝したが、秋は京都大賞点7着、ジャパンカップ15着を経ての出走であり、初めて、 ダイアン・ムーア・騎手とのコンビで、なおかつブリンカーを着用して挑むこととなった。2011年の天皇賞優勝馬である、当選上段はこの秋は、札幌記念13着、天皇賞11着であったが、ジャパンカップで3着と復調の気配を見せていた。他には、中山ナイト、ダノンバラード、アドマイア・ラクティ、ベルデ・グリーン、デスペラード、タマモ・ベストプレイ、 カレン・ミロティックが当年の重傷を制しており、出走16頭中14頭が重傷勝中まであった。その他の GI 馬は、フェノーメノトロゴタイプは、GI 戦線が本格化する前に秋シーズンの休養を発表した。絆は当初は出走予定であったものの、特別登録実施日の12月8日に、ダービーや外線紋章の時の館長には、ほど遠いとして回避を表明。 ジェンティルドンナ、名称マンボ、トーセンラー、エピファネエア、ジャスタウェイ、ビルシーナも休養に入った。また、ロード・カナロアは、香港スプリントへの出走を最後に引退することを表明しており、エーシンフラッシュは枠順発表直前に、右前急節部の捻挫のために出走を回避し、そのまま引退することとなった。枠順は12月19日に発表された。 負担重量は4歳以上ボバ、1000キ 57kg、4歳以上ヒンバ及び3歳、ボバ 55kg、全馬2本、超強馬。揃ったスタートからゴールドシップが遅れ始めるが、ムーアが手綱をしごいて、集団後方にまで順位を上げる。前方ではルルージュが逃げ、カレン・ミロティック、ダノン・バラード、中山ナイト、ラブリー・デイラが追いかける。 一番人気に押されたオルフェーブルはゴールドシップより後ろの後方4番手を折り合いよく進む。向こう正面では短期で逃げていたルルーシュのリードがなくなる。またウィンバリアシオンが順位を下げ、オルフェーブルと並走する形となる。3コーナーを回る頃からオルフェーブルがバグンの外を上がっていき、それに合わせて束も上昇を開始する。 直線に入る時にはすでにオルフェーブルが先頭に立ち、一方的に後続との差を広げていく。最終的には2着のウィンバリアシオンに8馬身の差をつけ、優秀の美を飾った。3着にはゴールドシップが入った。本レースのテレビラジオ放送の実況担当者、ありがとうございます。